ソール。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの極北でも、あなたは負けることはない。私は信じています。7人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディン・サファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者であり、7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには、全てのゴッドウォーリアを倒し、あの剣を手にしなければ。お前はアルファ星ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディン・サファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。喰らえ、ペガサス流星剣。な、何、俺の流星剣がジークフリートの体に届く前に。これ式の剣、避けるまでもない。聖夜、聖夜、大丈夫か。奴が七人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。この線を越えると死ぬぞ。このジークフリートに勝てると思うのか。はい、と。確かにこの私が最後に残るただ一人のゴッドウォリアだからといって、必ずしもお前たちに勝機があるとは限らない。来い、フェニックス。行くぞ。貴様ごときが不死鳥フェニックスとは勝し、それともその翼ドラゴンブレイレストブレイ。確かにお前の実力は認めよう。ドラゴンブレイレストブレイ。十二中の戦いにおいて、どんな強大な相手をもことごとく倒してきたのだ。今まで貴様が戦ってきた相手は、このジークフリートを一緒にすること自体間違っていたようだな。このジークフリートという男、桁違いの強さだ。まだわからない。いかにお前があがこうとも、このジークウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。これで私を倒したつもりか。甘い。バカな、
あれだけの攻撃を食らっておきながら、この男には俺たちの力が通じないのか。聖夜、みんな、一騎、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー。奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、シェリュー。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが必ずジークフリートを倒す。はあ！俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴンシリュー最大の奥義、ロザン昇竜派。何？昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海竜の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく不死身の体を持つというのか。そんなバカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリュー、このジークフリート、ファイト。オーディン貴様はドラゴンにしようか。クロスもつけずにこの私を倒せるとでも思っている。倒してみせる。この命にかけても必ず。このジークフリートの力なんという強さなのだ。気を抜く一切ことは。お前たちアテナのセイントごときに、いや、この世に私を傷つけることのできるものなど存在せぬ。なんだと、これ式のことで。無駄だ、逃がさん。ドラゴンブレードストブリア。この俺の渾身の剣がまるで通じない。一旦逃がさん、貴様たちの力ではこのジークフリートは倒せんと。オーディン・ソードド。やはりクロス抜きで戦うのは無謀だった。わからない、ジークフリート。人隣り合わせの排水の陣に立ってこそ引き出せる力がある。このシリュー、命と引き換えにしても勝利をもぎ取ってみせる。オーディン・ソードド。こいつ容赦はせぬ。こいつさえ倒せばアテナを救うことができる。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。まるで歯が立たない。この俺に万に一つの勝機もないのか。俺のコスモに直接語りかけてくるこの声は老子、諸刃の剣ですか。いつか老子が話してくださった。諸刃の剣は使いようによっては最強の武器となる。しかし同時に自らを傷つける危険も持つ。つまり最強の剣には最強であるがゆえに、その剣の中に弱点がある。貴様、私の最大の剣を浴びながらまだ立ち上がるとは。まだ死ぬわけにはいかぬ。老子のおかげでお前を倒すわずかな可能性を見つけたというのにな。私を倒すわずかな可能性だと、よかろう。そんなものがあるのなら試してみるがいい。受けよ、ドラゴンブレーベストブリザード。見えた、ロザン昇竜派。シリュー、
っていたのか。シリウ。セイヤ、俺と初めて戦った時のことを覚えているか。あの時お前は俺が昇竜砲を放つ際、一瞬の隙ができることを見抜いていた。それはかつて老師に指摘された昇竜派の唯一の欠点だった。まさかジークフリートにもシリュウと同じ欠点が。そういえば伝説上の不死身の勇者ジークフリートの。そうだ、伝説によればジークフリートは退治した海流の血を浴びて不死身となった。しかしその時、一枚の木の葉が左の背中に張り付き、そこだけ生身だったのだ。そしてその唯一の急所を貫かれて命果てた。この伝説がゴッドウォーリアーとして蘇ったジークフリートにも宿命として残っていたのだ。昇竜波を撃つ時と同じくジークフリートも最大の力を右拳に乗せるため、一瞬だが左拳がわずかに下がり、心臓がガラ空きとなる。まさに一枚の木の葉が覆った場所と表裏一体となって通じているのだ。見事だシリュウ。しかしペガサスよ、これだけは教えておいてやろう。私が最大の剣を放つとき、左拳がわずかに下がる。だがシリュウのそれが千分の一秒の間とすれば、私は十万分の一秒以下。そのわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。たとえ十万分の一秒だろうと、その一瞬に俺の全てをかける。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。自らの命をかけて教えてくれたジークフリートの弱点、決して無駄にはしないぞ。この敗北、この友情の絆を出会うなら、この男を敵にはしたくなかった。初めてわずかながらも恐れというものを感じ、だがペガサス、それゆえにこそこのジークフリート、名誉にかけてお前の挑戦を受けてたと。あの時に気づき、立っているだけでもやっとのはず。まして、この私に勝てる可能性など皆無に等しいというのに、この男の底知れぬ自信はどこか。ジークフリートの左拳の動きを見つめ、その十万分の一秒に全てがかかっている。コスモよ、俺に奇跡を起こさせてくれ。この男の真っ直ぐな瞳は見えた。ペガサス、お前のその力は一体。これで決めてみせる。もう一度、最後にもう一度だけでいい。心のコスモよ、奇跡を起こせ。無駄だ。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。コスモが消えそうだ。ドラゴンブレーベストブリザード。見えた。今だ。ペガサス流星拳。何？すべての流星拳を見切ったはずなのに、このジークフリートの鎧に傷をつけるとは。セイヤ、あなたは私の、そして今すべての人々の希望なのです。アテナ。セイヤ、わずかに残った俺のコスモを。
今にも消えそうな俺の命を、かすかに残った僕の命を君にあげる。だからセイヤ、聞こえる、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。ペガサス、お前はまだ。なんだあのコスモは。ペガサスだけではない、シリュウたちの、そしてアーテナのコスモまでも。これが自分たちが正義と信じる者の持つ力というものか、それとも彼らが正義そのものだという証なのか。何をためらっているのだジークフリート、早く始末してしまえ。聞こえぬのかジークフリート、それとも死に損ないの剣を数発浴びただけで臆したのか。ふん、ならばこのヒルダが自らの手で始末してくれる。ヒルダ様、手出しはご無用。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それとも。アテナを、アテナを救わなければ。今一度剣を交わせばお前は必ず死ぬ。覚悟はいいな。これで最後の決着がつく。全てが終わるのだ、ペガサス。俺はみんなの希望なんだ。アテナのために、心のコスモよ、今こそ究極にまで燃え上がれ。ドラゴンブレーベストブリザード、ペガサスリサーカー。これは流星が私の剣を押し戻している。聖夜がビッグバンを起こした。